きれいな水の中、驚きの生物、地球の神秘、いろいろな海の生物たちが行き交うアジアの楽園モルディブ。ほとんど観光客が行かない北部の海、グランドノース。そこをダイビングクルーズで攻略。美しい至福の空間に溶け込む。今回はそのダイビングクルーズの4日目をお届けします。どんな海が広がっているのでしょうか。地球の約7割を占める水の世界、地上と違うもう一つの世界、不思議な地形、ロマンあふれる美しい光景、魅惑の水中洞窟、数々の水中生物、そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドはモルディブ秘境グランドノース。ダイビングクルーズ船ソレイユの旅、その4日目を紹介。次々と現れる光景にワクワクしてきます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。飛行機に乗って出発です。東南アジア上空を通過しておよそ9時間半の空の旅。スリランカの首都コロンボで乗り換え、約1時間半アジアの楽園モルディブへ。日本からだとかなり遠いところにあるインド洋に浮かぶ島々モルディブ。サンゴ礁からなる1192の小さな島々の集合体の国家で、人口は約50万人。飛行機が到着するのは首都マーレ。行政機関があるマーレ島は人口約14万人。人口密度は世界一と言われている首都です。空港から向かうのは今回お世話になるブルー系サファリのソレイユ号。1日目を2日目を3日目を船はダイビングを楽しみながら北へ向かいます。ワクワクしてきますね。それでは広部さんに紹介してもらいましょう。はい、それではモルディブグランドノースクルージング4日目、今度はシャビヤニ環礁に行きたいと思います。北から2番目の、大きい環礁になります。ここはですね、
珍しいサメが見れるポイントでもありますね。今回はそれを狙って、潜りたいと思います。見れるんでしょうか。それでは行ってみたいと思います。それでは4日目は最北に近いシャニアに観賞でダイビング。ゆったりと船は進み、クルーズ船の上で準備をしてドーニーに乗り換えます。ポイントを目指しエントリー。エントリーしてすぐ金魚ハナダイの大群。少し進むと今度は黒い赤モンガラの群れ。少し進むとまたハナダイの群れ。モルジブらしい光景だね。上をイソマグロがゆっくりと泳いでいく。さあ少し深場に移動。壁沿いには定番ヨスジフエダイの群れ。青い海と壁の赤、そして黄色い魚。本当にいいカラーリングだね。信号機みたい。するとすぐ横をまたイソマグロが泳いでいく。ワクワクするね。戻ってきた。こっちを見ているのかな。ついていくと今度はツバメウオの群れが。ダイバーに人気の魚だね。ゆっくりツバメウオを楽しんでさらに先へ。またイソマグロがやってきた。イソマグロが多いポイントだね。イソマグロを見ていると後ろの方に今度はサメだ。オグロメジロザメ、グレーリーフシャークだね。綺麗な形だね。オーバーハングがあるね。その横には綺麗なヤギが。するとダイバーが集まってる方向からトラクザメ。現地ではレオパードシャークと言われているけど、正式名はゼブラシャーク。このポイントの一番人気の魚だね。鼻の先にパイロットフィッシュをつけてるね。別のカメラで撮ったアップをもう一度。水深を上げていこう。上を見上げると魚の群れ。銀ガメアジだ。ダイバーに人気の魚。群れになると本当に豪快だね。
銀河明治をゆっくり観察しながら水深を上げていく。上から見る銀河明治もまた綺麗。このポイントもいろんな魚たちが出てきて本当に楽しいポイントだったね。安全停止に入ろう。次のポイントへ移動。移動中イルカなんかに遭遇することもあるんだよね。エントリー。砂地が広がってるね。ツバメ王がやってきた。こっちに興味を持ってるみたいだ。水底は白い砂地。そこに寝ていたのは大きなマダラエイ。岩に擬態してるようだね。そばの根にはいろいろな魚が群れている。金魚花鯛の群れ、とても綺麗。中には茜花鯉やインド洋固有の花鯛なんかもいるんだよね。砂地の上に魚の群れが。ここにも銀亀アジが。水底で何をやっているんだろう。水底を少し移動。オーバーハングのそば、やはりギンガメアチやカスミアチがやってくる。オーバーハングの中、タイの仲間かな。日本ではあんまり見ない魚だね。このオーバーハングの下にもまたマダラエイがいる。眩しいのかな。光を当てたらゆっくりと移動し始めた。寝てるとこごめん。奥の方は小さな洞窟になってるね。クレパスがあり、そこにもヨスジフエダイが群れている。絵みたいな光景だね。オーバーハングを進む。さっきの魚がいるね。同じ方向を見てじっとしている。面白いね。オーバーハングを出て外に行く。ヨツジフエダイが群れている。その向こう側にはクマザサハナムロかな。
ものすごい群れだ。グループごとに少し分かれて群れになっているね。また別のオーバーハング、こっちには珍しくクマザサハナムロかな、クル君の仲間が泳いでいる。このポイントは少し探検気分に浸れるポイントだね。大きな海うちわ、すごいオーバーハングだね。至る所にオーバーハングがあり、そこに入ったり出たり、そのために生物が変わる。金魚アナダイが群れてるね。水深を上げていこう。小さな魚たちが本当にたくさん泳いでいる。オーバーハングで探検気分を味わい、そして浅いところでは癒しの空間が広がっている。本当にゆっくり楽しめるポイントだね。水深を上げていく。上を見上げるとツバメウオが、太陽をバックにして下から見るとツバメのような形をしているからツバメウオ。さあ安全停止。このポイントもゆったりできて楽しかったな。さあ続いてのポイント、ここはお目当てギターシャークが見れるポイント。一緒に潜ったダイバーたちも目的の水深へ。この砂地にギターシャークが現れるらしい。ゆっくりと砂地を進む。みんな少し広がって探索。魚の群れだ。でもみんな魚の群れには目もくれないでギターシャークを探している。ガイドがギターシャークを見つけた。こっちに近づいてきた。面白い形をしているね。だけどすぐに遠くの方へ泳いで行ってしまった。
和名とんがり坂田ザメ。ツンブリの群れが現れた。だけどみんな砂地の方を見ている。これで終わりなのか。またギターシャークがやってきた。みんなは少し水深の浅いところで落ち着くまで観察。驚かせないように少しずつ水深を下げていく。こっちに泳いできた。シャッターチャンスだ。もう一匹やってきた。コバンザメをつけてるね。いいショットが取れた。目のように見えているのはエラの排水部分だね。ゆっくり近づいてみよう。ギターシャーク、そしてとんがり坂田ザメという名前がついているけど、エラがお腹の方にあるのでエイの仲間。サメとエイの違いはエラの位置。ここでホンソメワケベラに体をクリーニングしてもらってるんだね。エラの排水部分の前に小さい目がある。ライトをつけてみた。まだ逃げない。これはチャンスだ。上から見るとギターのような形をしている。だからギターシャークなんだね。尻尾の方に回ってみる。形はほんとサメだね。サメのような背びれが2つある。そして前半部分は完璧にエイだね。水深が深かったのでゆっくり浮上。ゆっくり撮影させてもらって本当にギターシャークありがとう。満足いく映像が撮れたと思う。水深を上げていく。体には窒素がだいぶ入っている。少し多めに安全停止をして浮上。本当に楽しいダイビングだった。もう一つの世界、ウォーターワールド。水の中って本当にいいですね。モルディブグランドノースクルージング4日目、いかがでしたでしょうか。ギターシャーク、やっぱり面白い形をしていますね。珍しいサメです。それでは次回は5日目をお届けしたいと思います。ウォーターワールド、よろしくお願いします。